今日は2017年9月25日8時27分。朝日新聞の一面には北朝鮮の外務大臣が国連で演説を行って自分たちが核開発をやっていることが朝来ても普通はあまりないから、だからもう内藤君のサービスのために来るぐらいにさ、この帰りがいいやったと、そして効果があったけど、あの私たちにまとまりたい、おおそう、おあのお母さんのために、あそういうことがあるの、おおちゃんとあのいいこと、いいこと、いいこと、あっ、お胃がんだったからな、はい、うん、あの偉いね、自分たちが核武装するのは自衛的な処置だというふうに言ったんですね。で、最終目標はアメリカと力の均衡を取ることだと述べた。で、アメリカのトランプさんはこれを即座に批判したそうですね。トランプさんはこのキム・ジョンウンさんをロケットマン、ロケットマンってね、バカにした言い方してるんですね。まあどっちもどっちで危ない話でしたね。しかしね、まあ、毎回言いますけども、北朝鮮が言ってるのも筋が通ってるんですね。アメリカは自分たちは核兵器を持っていて、それを手放さない。で、国連で北朝鮮に対する制裁決議をやれやれって言ってるんだけども、一方の国連ではこの3面にありますけども、核禁止条約、世界中で、もう核兵器を廃止しようじゃありませんか、もう核兵器持つのをやめましょうって言って、ほとんどの国がですよ、ほとんどの国がその条約に署名して、加盟して、もう人類は核兵器を持つべきでないという考え方に、一つとしようとしているのにかかわらず、持ってる国ね、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、そしてインドに、パキスタンに、イスラエル、まあ、それらは手放すつもりはございませんって言ってんだよね。自分らが持ってるから、これで北朝鮮に対してお前ら持つなって言い続けるっていうのは、まあ筋が通らない当たり前の話だね。ほんで北朝鮮が言ってるのは、その核兵器を持っているアメリカが俺らの国に撃つぞ、トランプさんは最近だって完全に破壊するって言ってるわけですよ。そんなこと言われたら自分らもね、自分たちのを守る手段として強い武器を持たなきゃしょうがない、自分たちは貧乏で金ねえんだから、普通の兵器を揃えてアメリカに対抗できるわけないんだから、一発逆転ができる水爆持ってですよ、お前ら俺らに手出したらこれどっかで爆破させたるぞ、そうやって脅かし返すしかないんだ、筋は通ってんだよね。危ない話です。で、この危ない話、アメリカと北朝鮮の親玉2人がバカな加減を披露し合ってですよ、やばいやばいというふうに世の中中が思って、そしてどこが得するかといえばですよ、繰り返し言いますけれども、軍需産業なんですよね。そ
それを我々は忘れちゃない、言ってはいけない、繰り返し繰り返し、このお二人の親玉のバカさ加減比べというのが、誰かに仕組まれたものであるかもしれないというふうに本来は我々は思わなきゃいけないんだよね。これらバカさ加減が続けば続くほど、世界中でやばい状態が、緊張関係が続けば続くほど、大金儲けができる人たちがいるんだということは、我々は忘れちゃいけない。単なるバカさ加減が真実の姿なのか、実はこれは仕組まれたものではないのか、そういう目で見てこそですよ、知性ある人たちのものの考え方だと思うべきだと思います。まあ本当にあんなバカなね、喧嘩好きのおっちゃんがアメリカの大統領になった、それもですよ、アメリカの国民の選挙によって選ばれたんですよね。それで分かることは、民主主義というのは非常に危ないよ、多数決によってものを決めることは必ずしも正しくないんだよということを我々は学ばなければいけない。多数決で正しいことを選ぶためには十分な情報、考え方の選択、そういうものがしっかり示されている。本当のことと嘘のことがしっかりみんなに区別がついた、そういう状況の中で多数決が行われなければいけない。そして利害関係、それによってです、それだけによって多数決が行われるようなことが行われればよくない。基本的になる正義感というものがその裏付けとしてあるような状況に持っていかなければ、結局その多数決によって決まった結果というのは、やがてその全体をも滅ぼしてしまったり、危険を及ぼしてしまったりするというのが、このトランプさんの例じゃないですかね。そう思います。ということで今日はこれくらいにしておきます。